私はですね、読売日本交響楽団、読響というふうに呼ばれていますけれども、オーケストラの、理事長をしております。実はこの読響の仕事をするようになってまだ、ほぼ1年でございまして、それ以前は、読響は、1962年に、読売新聞社、日本テレビ、読売テレビのメディア3社 の支援によって設立したオーケストラでございまして、まあ、民間のメディアが、オーケストラを持つというのは世界でも珍しいというふうに言われております。で、私自身は、もちろんずっと読響の仕事をしてきている人間もスタッフもたくさんおりますけれども、新聞社の方の仕事をしていてこちらに参った次第です。で、新聞社ではですね、もともと編集で生活とか文化とか新聞で言いますと 中の方の記事の領域の仕事をしておりまして、こちらに来る直近は読売新聞の事業局というところで、文化事業、スポーツ事業全般、音楽事業もございますけれども、まあ、展覧会とか美術関係の事業、そしてスポーツは、ご存知のように、読売新聞はアマチュアスポーツ、箱根駅伝等の支援もしておりますし、それからプロ野球の関係の仕事、それから、幅広い、まあ教育事業等の、事業もございました。というわけで、私音楽事業そのものをずっとやってきたわけではないので、そういう中で少しその中にずっとここ の, 一生懸命オーケストラクラシック音楽の授業をやってきた方とは少し見方とか感じ方が違うかもしれない、素人の目線みたいなところもあるかもしれませんけれども、まあ、一方で他のいろいろな授業を見てきた経験で、このしかもこのですね、コロナが始まった、少し前にまだ新聞社におりまして、それでその最中ですね、さまざまなこれからお話しますけども、授業が止まっている最中でオーケストラに来たものですから、止まっているもの、そして止まったものを再開するという仕事が来てから、私の主な仕事になったわけなので、そうした経過を今日お話しできればというふうに思います。まずそのクラシック音楽業界はコロナ禍にどう対応してきたかということをお話ししていきたいと思います。この1年の流れ、皆さんニュース等でご存知だと思いますけども、ごくごく簡単に振り返ります。昨年2020年の2月下旬から、大規模イベントの自粛要請がございまして、イベントの中止延期が相次いだことは皆さんご記憶にあろうかと思います。で、その後、20年の、4月から5月にかけて第1回目の緊急事態宣言、この頃はほとんどその音楽のみならず演劇、それからスポーツ関係のイベント等も大体止まっていた時期ではないでしょうか。この頃に、各、我々も、どういうふうにこの先なっていくのかっていうのは全く見えない状態だったと思いますね。で、一方で、配信など新しい発信方法をとりあえずやっていこうというような動きもございました。7月に入りまして、制限が緩和され、5000人以内または 50% 以内など制限がついた形で、コンサートなど再開ができるような動きも出てまいりました。業界の団体ですね、オーケストラクラシック音楽の事業者の団体ございますので、それから開催をする大きなホールなどの施設ですね、そうしたところで感染対策などガイドラインを策定したり、また専門家とご協力して管楽器とか合唱とかの息を吐くもの、それからマスクができないものというものは、まあ、飛沫などが感染のリスクがどの程度あるのか、これを科学的な検証するなどの実証実験などを、まあ、夏にかけてずっとやっていたというの状況でございます。少し感染状況が落ち着いて秋から満席というふうなことも可能になるようにはなるんですけれども、一方で感染対策というものはこの間ずっといろいろな形で工夫をしながら続けておりました。そして今年の初めに、また緊急事態宣言、それから4月、になりまして3回目の緊急事態宣言、この時は、イベントの無観客要請というのが急にございまして、ほぼ5月の12日まで、クラシックの場合は5月12日まで3週間ほどですかね、無観客ということで、中止や無観客開催などを、私どももいたしました。その後一旦緩和されましたけども、ご存知の通り、今この収録中は、第4回目の緊急事態宣言が首都圏に出た状況でございますので、今はまた制限が、人数制限がそのまま続いている状況で、ございます。
で、この間ですね、各公演を主体とした施設が、感染対策をしてきたというふうなことを申し上げましたけれども、初期にライブハウス等で、若干クラスターの話、発生はございましたが、全般としてこの1年半、皆さんのご努力、関係者のご努力のおかげで、クラスター等の発生はございませんでした。で、もちろん、感染というのはこの状況で、避けられないものもございますので、私ども読響は大変幸い、運のいいことに感染者は出てないんですけれども、他のオーケストラで演奏者に感染が出たところももちろんございます。ただ、これはそれぞれ運用を厳格にして、内部の人間同士濃厚接触がないような練習中とかですね、打ち合わせなどで、そうした機会がないような、工夫をなさっていましたので、ほとんどその予防的に、ちょっと状況がわからないので公演を中止したケースというのはございましたけども、クラスターが、広がった、感染が広がったということで公演中止などになったケースというのは、この我々のクラシック音楽の業界、オーケストラの業界では、ないというふうに伺っております。大変これは皆様のご努力だったのかなというふうには思います。そして一方でですね、中止の告知をどうする、無観客への対応をどうするなど、大変今までにはなかった、状況に対処しなくてはいけないということもございました。そうしたことで、後で申し上げますけれども、我々のやっている仕事、というのも大きく変わらざるを得なかったわけでございます。で、一方でですね、とにかく公演数、観客数、収支等の影響は非常に大きいものがございました。で、これまだコロナ禍続いているものですから、全体としてどれぐらいマイナスになったのかっていうのはなかなか、把握がしがたいところでございます。全体として昨年19年度ですね、19年度の、2月末ぐらいからだいたいどこも公演を中止にしていきます。そして20年度またがりまして、20年度、先ほど申し上げましたけども、昨年の6月ぐらいまではどこも何もできない状態でした。ですから、まず20年度、20年4月からこの3月までを限ったところ、第1四半期ですね、4、5、6月をゼロと見ます。観客数の上でも、収入という上でもですね、演奏収入ですね、演奏によって得られる収入というのは入場料、それから、依頼いただく公演の場合は出演料ということでございますけれども、それは、第一四半期はほぼゼロと。で、その後、観客制限が先ほど申し上げたみたいに、増えたり減ったりということがございましたんですけれども、その後50%ぐらいかなというふうにざっと見たところ、これまでの実績の多分目安としてはどこも6割減ですね、4割ぐらいの検討だったのかなというふうには思います。で、私どもの場合はどうだったかということを口頭で申し上げますと、ちょうど20年度の事業報告、決算が出たところですので、それによりますとですね、20年度に予定していましたのが、自主公演と依頼公演、私どもの主催の公演と自治体などに依頼いただく公演、合計101を予定しておりました。それが29回の中止ですので、3分の1、中止になったということになります。じゃあ、収入はどれぐらい減ったんだろうと言いますと、先ほど申し上げた演奏収入ですね、チケット代とそれから出演料、これが、合わせて3億7600万円、例年ですと7億ぐらい。19年度最後少し減った分を見ましても6億3000万余りですから、ほぼ4割ほどの減少というふうになっております。私ども音楽のみならず、演劇とかもそうですが、有料入場者率というのをお客様の入った割合の一つの目安としております。招待など関係者などの席を別として、その定員の中で有料で、お金を払っていただくお客様がどれぐらいいるかという率ですけども、私ども大体8、9割でここ数年は大変ありがたいことに推移していたんですが、この20年度に関しては57%、ほぼ6割弱ということになります。19年度の場合は83%でしたので、やはりかなり、入場者率も下がったということになっております。
財団全体としての年度収支ですね、全部の収入、全部の費用、を見たところ、収益そのものは、全体として 20% 以上の減少でした。19年度対19年度で。で、費用そのものももちろん開催が少なくなってますので、費用も減っておりますので、費用は 15% 強減っております。では全体として営業収入がすごく減ったけど、なんとか年度収支が少し、まあマイナスとはいえ、若干、演奏収入のマイナスよりやや、抑えられたというのはどういうことかといいますと、やはりさまざまなコロナ状況に特化した、助成金であるとか、寄付であるとか、そしてオーケストラはそのオーケストラによって多少事情は違いますが、ほとんどの、私どもの場合は契約で、コンサートマスターと契約をしている方と、あとは9割方は、つまり私どもの公益財団法人で雇用しているですね、まあ普通の、我々雇用主が社会保険料も負担するという形の雇用をしているので、雇用調整でもちろん60兆の雇用も含めて、65まで働けるような状況環境整備等もしておりまして、雇用調整助成金がその中止期間分は出る、もしくは中止公演については出たわけですよね。これが大変ありがたいことでありましたので、そうしたさまざまな、補助、などを活用させていただきました。これは多分他のオーケストラも皆さんいろいろな形で、申請し得ているというふうに伺っております。また地方のオーケストラ、日本は結構大変音楽の、クラシック音楽盛んな国でございまして、地方にも大変いいオーケストラがたくさんありまして、例えば山形とか広島とか、群馬とか、そうしたところはやはり地域のさまざまな自治体とのからの助成であるとか、あと地元のオーケストラを支えようというその地元の方々の支援、それからクラウドファンディングなどいろいろな形での広がりがあったと伺っております。ふるさと納税の活用の事例などもあったというふうに伺っております。まずこうしたその数字上のマイナスは大変でございました。そして、私どもにとって大変痛かったのは海外からの入国制限が今に至るまで続いているということです。日本のクラシック音楽というのはお好きな方は多分お分かりかと思いますけども、著名な指揮者と、演奏家など海外からの招聘事業、海外からそうした方を来ていただくことで日本のオーケストラも、非常にその育つし、あとは、日本ではなかなか聞けないもの、できない海外の演奏家の演奏を聴ける、一方で、日本そのものの、その音楽のレベルも上がっていくという非常に相乗効果でこの戦後ずっと発展してきたという経緯がございますので、あとはそのどなたが来るかというのを楽しみにしていらっしゃるお客様もいるということもあって、そこができなくなったというのは大変でした。入国後14日間隔離がございますので、ヨーロッパもいろんなイベント関係止まっているので、お互いに止まっている状況だったので、状況によっては日本で14日間、いいよというふうに隔離、待機しても構わないという方もいらっしゃれば、直前まで向こうの、スケジュールがあるので難しいということ、もあって、来れないということで、この場合、私ども実務的に言いますと普段そうした文化庁との関係でいろいろお仕事させていただいているんですけども、今回文化庁、厚労省、そして外務省と関係省庁が複数ございまして、そちらが連携していろいろ決めていただくことではあるんですけれども、それぞれの状況を伺ったりとか、それぞれのご対応みたいなものを伺ったりということで、なかなか、普段とは違う仕事で大変なことがございました。で、あと特例の措置というのがありまして、特別に少し短い隔離、短い制限で入国したケースなどもあって、
そうしたものをこちらも考えてみようかと思わない、思ったこともあるんですけれども、やっぱりまあ、きちんと基本的な部分で14日、私どもは常任指揮者がドイツのセバスチャン・ワイグレというもので、昨年の秋14日間隔離をして、年を越して2月まで滞在し、先日、この6月下旬にも回りまして7月、ずっと、演奏活動をしてくれて、ちょうど、7月の、6月から7月にかけての演奏活動をして7月のこの、ほど一旦帰り、また8月にですね、8月後半に公演があるんですけれども、その公演のためにまた8月2週間隔離を、卒業してまたというような大変な状況が続いております。ただ一方でその外国からのゲストが来られなかったことで、国内の指揮者とか演奏家、これは若手もあれば、なかなかご登場普段は願えない、ベテランの方も、こういう状況ですので心よく、引き受けていただいて、非常にその国内の指揮者演奏家との、我々各オーケストラとのコラボが進みまして、それは大変豊かな、ものだったような気がいたしております。そして感染対策によってですね、演奏会というのは結構変わりました。もちろんそれぞれの分野、演劇は演劇、それから他の音楽分野もですね、いろんな工夫をなさってたと思います。クラシックの場合は、どうかと言いますと、そこに3密と書きましたけども、クラシックはやっぱり数十名の人間が舞台に上って、音楽演奏するわけですから、どうしてもステージ上が密になる。先ほど申したようにオーケストラの団体等でいろんな試みをして、その、間隔をどれぐらい空ければいいかとかですね、いろいろなレギュレーションを作って、距離を確保しましたが、それによって例えば楽器の数が編成というふうに我々言うんですけども、何の楽器がどれぐらいいくつあるというような曲によって決まっておりますが、大きな編成のものというのは、やりづらくなりました、やれなくなった。それから、一時期その、公演時間の制限もしなくてはいけないときは、長い曲はやはり、やめて短い曲にしたりということがございました。ただこのあたりの音楽のコンテンツそのものへの影響というのは、少しずつ解消していっているところでございます。演奏者間の距離についても、なんというか、少しその、慣れてきたので、どうも音楽の音の聞こえ方が距離が変わると変わるらしいんですね。で最初皆さんオーケストラとてもやりづらいと言ってたんですけれども、多少の慣れもあるのかなというふうに思います。であと楽屋の密というのは、それだけ大人数が出演するものですから、バックステージが結構混雑するというのがあって、このもちろんその食事をしたり喋ったりというのはもう極力減らしましょう、マスクは、着用しましょうというような基本的な感染対策はもう徹底はしているんですけれども、例えばその着替えが難しいとかですね、オーケストラそれぞれスタイルあります。私も普段は演技服でずっと男性の場合はですね、女性は黒 の, ロングで、男性は、黒演技で演奏してきたのですが、演技服着替えるのに非常に密になるので、今は私ども読み響は黒いシャツ、とズボンの上下、N 響などは、ブラックスーツでやってらっしゃいます。そういうふうにその見た感じも随分変わったということがございます。であとは観客席の密は他の、舞台系の分野もまだ同じですけれども、座席間隔を初期には開けたりとか、そして、マスクの着用、それから消毒の設置等々ございます。クラシックは声を出さないイベントなので、その点は感染リスクは低いのですけれども、最後にとてもいい演奏の場合はブラボーという声掛けをしていただくことがあったのですが、ブラボーの禁止というようなことも、ございます。そうしたこと以前にですね、といいますか、私自身
いろいろなものを開催して音楽会とか、まあ、他の分野もそうですけども行ってやっぱり愕然としたのは、ああなんか音楽を聴くだけ何かを見るだけというのがその時間ではなくて、あのその時間の空間ですねの周辺に、あ今日はあの音響のコンサートに行くんだというような気持ちで、楽しみにしてきて、それで、まあ、あの人と語り合ったり終わってから何か感想を言い合って飲食をしたりというような時間もなくなったので、何かそのどこかに出かける、何か素敵なものを見聞きすることの高揚感とか華やぎが失われた、これが非常に大きかったような気がいたしました。ポストコロナに向けた課題というふうにタイトルをあの書きましたんですけれども、我々あのコロナ前からのいろんな課題もあったんですが、まあ、一挙にいろんなものを、ここで、今までにない対処をしなくてはいけないことで、まあ、ここからあの一つ新しいスタートを切らないといけない状況だなというふうに思っています。クラシック音楽あの演奏会いらっしゃってる方は多分あのご実感があると思うんですけど、あの非常にやっぱりあの年齢がお客様の年齢が見た感じですね、あのよくあの若い方も随分出してはくださってるんですが、全体に高齢化してるというふうに言われます。今の、まあ、あの60代の70代の世代がですね、まあ、戦後からあの高度経済成長にかけて青年期過ごされた方々が、まあ、あの新しいその、音楽をどんどんあの聞くようになって、まあ、いろいろな状況がコンサートとかオーディオとかさまざまな状況が改善して、そこで楽しむ、クラシック音楽を楽しみ学ぶ、習慣というのがすごく若い頃にできた世代というのが、ずっとクラシック音楽を支えてきてくださっていました。で、ただもう少しその若い層にこの魅力を知っていただかないと、今後、このクラシックの時代が、なかなか厳しい状況にあるのは確かなので、まあ、これを機会に、新しいファンを開拓していくにはどうしたらいいかなということを考えております。で、なかなかその難しいというのは何ですかね、クロート好みの選曲というと、やはり、ハードルが高いなと思われる方もいますし、一方で、まあ誰もが知っているような曲を、繰り返しやっていても、逆にもっといろんなものを聞きたいよというお客様は、去っていっていかれるし、選曲プログラムの工夫というのも非常に大変難しいところでございます。一方で例えば若い方に人気のあるソリスト、あのピアニストであるとかバイオリニストなどもいらっしゃいますので、そうした客演ゲストを来ていただくと、今までとはあのオーケストラの定例の音楽会はあんまり来たことなかったけれども、ピアノが好きだったので、来てみたら、あのオーケストラもなかなか素敵な音楽が聴けたねというふうに思っていただけるようになっていいなと思いまして、そうしたその新しいその、ソリストの方に来ていただくような工夫もしております。あと他のジャンルと含めた多様なコラボレーションですね。例えばミュージカルファンの方、レミゼラブルとかあのそうしたの、大型のミュージカルなどお好きな方もたくさんいらっしゃるので、私ども以前からそのミュージカルとクラシックの、コラボの、演奏会はしてますし、例えばそのコロナ以前ですけれども、さだ読みといってさだまさしさんと読み教とかですね、いろんな工夫をしていて、やはりあの少しあのクラシックも開かれていかないといけない、他のオーケストラなども、まあ、いろんなことなさってあのゲーム音楽の演奏会をしていたりというところもあるようですけれども、そうしたコラボレーションというものが、まあ、このコロナ禍でいろいろ工夫の中でそうしたことはあの進んでいく、さらに広げていくきっかけにはなったかなと。でそこに社会貢献活動、普及活動とございますけれども、あのどこのオーケストラもそうですが、我々もあの
例えば学校コンサートとかですね、あの子どもたちに向けてのいろんな授業などもしておりまして、そうしたことも、さらに続けていかねばなというふうに思っております。で、先ほど申したようにさまざまなあの女性支援がしていただいたことでこの1年半助けられたところはございます。で、一方で今日もそうなんですけれども、あんまりネット配信などが進んでいなかったところがあるんですが、新しい事業展開を逆にあのこれをきっかけに後押ししていただいたところがございます。例えばですね、あのたまたま経済産業省の関係なんですけれども、コンテンツグローバル需要創出促進事業というのがございまして、あの文化的なあのコンテンツを作って海外に発信しましょうと、それの社の助成をいたしますよという補助金をいただいて、つまりまあでもこの状況で海外の発信どうしましょうといったときに、日本のオーケストラ の, あのいろんなレベルや活動をしていただくために、あのそうしたあの私どももあの動画の収録であのしまして、それを、少し見やすい形に編集したものを例えば YouTube 等で、見られるようにして映像発信をするということを、あのこの、補助をいただくことがきっかけになって、20年度それから今年度もですね、いくつかの講演に、実施あの受けられるあのお願いをしているところでございます。そうしたことで今まではあまりできなかったそのデジタルで の, あの発信というものがやれるようになったということは大変大きかったなというふうに思います。一方であの他にさまざまなあの女性、つまりもともとの目的であるとか趣旨というものをコロナによってうまくそこを転用して、新しい事業を広げられるような形になったというのはあるんですけれども、ここはなかなかあの難しいところで、私どもはあのもたまたまなんですけども、もともとあのあるあの上省庁の勤務経験があるスタッフがいたものですから、どんなところにどんな情報があるかというのをうまく拾い出していくことができて、その、 あの申請の事務とか含めて非常に活用がうまくいったのですけども、活用スキルというのはなかなか、多分難しいところがきっとあるんだろうなというふうに思いますので、これまであの通常の常にあの、例えば文化庁等の探偵の補助とか以外のものをうまく開拓していくということは、各国で随分苦労もなさっていてようでございますので、そうしたその女性情報があのもう少しオープンに、なったり、アクセスが可能か、この辺は課題なのかなというふうにちょっと思った次第でございます。で、あの企業個人の意識というのも随分変わって、今まであの、いただいてなかったような企業さんからあの声掛けをいただいた、なかなかコロナで音楽も大変でしょうと、私どもの社会貢献の事業でこういうものがあるので、少しですかというふうなことであのいいお話をいただいたこともございますし、あとあのキャンセルになった払い戻しを、コロナであの中止になった公演の払い戻しですね、それをお金で戻さないでそのままあの寄付の形でいただくということをできるようにしたところ、あのかなりあのそこにあの応じていただいた個人のお客様もいて大変ありがたいことだなというふうに思いました。そしてその先ほど申したようにデジタルが今後どうなっていくか、今までその中止になった演奏会は、まあ、代わりにデジタルで発信しましょうというものもあれば、まあ、あの少し例えばあの演奏家が自分の家に行って複数の何十人もの演奏家がですね、家の中から、ステイホームの間あの自分の音楽を発信して、それが画面で共有し音として大きくなって、あの発信するというような面白いあの音楽的なあの、見せ方ですね、の、 あの試みなども、その時はございましたし、ただこれが今までの演奏家と同じようにお金をいただき、つまり収益化につながるようなものがになるかどうかというのはなかなか難しいと思います。先ほど申し上げましたように海外発信とかグローバルな事業展開をしていくきっかけとしては大変有意義だったと思うんですけれども、あと今後その技術の発達ですねによって、例えば VR であるとかそうしたもの、
それから音とか映像とかを今までにない形の音楽体験、コンサート会場に行ってそれを聞くということではない音楽体験が可能になるのかなというのは、面白い、面白さもあります。期待も大変あるところでありますが、まあ、これからではないかなと思います。例えばですね、プロジェクションマッピングなどを活用して音楽とともにというような試みもやっていたオーケストラがあったように記憶しておりますし、少しそうした流れが、まあ、コロナ状況を回復したとしても途切れないような形で発展していくといいかなというふうに思います。クラシックは実際コンサートに行かれると分かると思うんですけども、その空間ですね、ホールという空間、建造物、そこの構造、音響空間というものの効果も大変大きくて、こうやってイヤホンで耳で CD を聞くだけではなくて空間で聞くことの意味というのが大変ございます。で、他の私自身はこれは昔から思っていることなんですけども、何でもスポーツイベントとかでもそうですけども、大勢の人が集まって時間と空間を共有するところってそこにしかない、まあ、場が生まれるんですよね。で、例えばスポーツでしたら、まあ、応援の声援であるとか拍手であるとか、そこ全体の雰囲気というものがゲームを見るというところだけではない、先ほど申し上げた高揚感とか華やぎみたいなことを申し上げましたけども、その周辺のことというのの魅力が大きくて、デジタルがそうした魅力にというものを再現まではいかないけれども、また別のものを作れるかどうかというのが、まあ、非常に期待もあるし、難しさもあるし、我々も何かいろんな形で協力してやっていければなというふうに思います。最後ですね、一番今日本のオーケストラは公益財団法人になっているとか割と多いんですけれども、公益に資する文化活動というものはどういうものかなというのをこのコロナ禍で改めて感じた次第です。で、現行の公益法人制度はですね、まあ、まだ10年弱のものなので、10年ぐらいのものなので、まだまだ改善していかなくてはいけない課題もたくさんございます。一つだけ申し上げますと、収支相償の原則というのがあって、公益法人はまあ、つまり要はあまり儲けすぎてはいけないよと、プラマイが出るようになるように経営しなさいよというのが、まあ、収支相償の原則、まあ、その民間企業のように内部留保を持つことができないんですね。でもちろん目的を決めた積み立てというのは例えば設備投資であるとか、人材育成とか、できない枠を作って積み立てることはできるんですけれども、収益そのものをその自分たちで持つことはできないので、コロナ以前から、まあ、なかなか何かあったとき、内部留保ないから大変ですよねって話をいろんな方がしておりました。私も前職でスポーツ業に関わっているとき、スポーツ団体も皆さん非常にそれで、何かあったら困りますねという話をよくされてたんですが、まさにこのコロナで何かあってしまったわけですよね。で、何かあった状況で、やはりそれが持てないということは非常に大きい、ということがございまして、で、一方で私どもも目的をつけた積み立ては少ししてたんですけども、例えば海外の講演をしましょうとかですね、このコロナによってむしろその積み立て分が使えなくなって、それによってまた少しそうしたものの解消とかですね、取り扱いをどうするかという問題もあって、この1年ずいぶんここで、苦労いたしました。で、まあ、内部留保を持てない状況で、そのいろいろなことに対処できる経営の安定性をどう確保するかというのは、まあ、制度の問題、運用の問題、いろいろございますんですけども、やはり大きな課題かなというふうに思っております。で、コロナによってやはり私ども公益法人であること、そのメリットですね、いろいろな公的、それから民間のご支援をいただけるということも非常にそれによってなんとか今までやってこれたということもございます。一方でその公益法人にとっては、つまりその、あくまでその受益者というのはお客様、音楽団体なら音楽を聴いてください、お客様にその、が
受益者になるわけですから、その公益性、団体としての公益性というのは、私たちの活動の公益性とは何かということを改めて考えた次第です。で、やっぱりここで難しいのは、文化における価値をどう考えるか。それぞれに素晴らしい価値は持っていると思います。ただ、これも私、これは私見なんですけども、そこに私は序列をつけるべきではないなと。例えば、クラシックの音楽は特別だから、なんとか特別に運用すべきだというような言い方をする方もいらっしゃるかもしれないし、日本の伝統文化こそやっぱり特別なもんだっておっしゃる人もいるかもしれないけれども、やはりそこの、何かいろいろご指導をいただいたりという際に、その特別性というのはあるかもしれないけども、それは序列ヒエラルキーではなくて、固有の事情というものはご理解いただければというふうに思うんですけれども、やはりどんなものであれ、それはやはりなんていうか、それぞれの素晴らしさがあるというのが、文化芸術分野だと思いますね。音楽によって救われる人もいれば、アニメによって救われる人もいるわけだし、そのこと自体の傾聴をつけてはいけないというふうに思うので、こういう状況で、人しなみにさまざまな分野がこういったコロナという状況で苦労したときに、ここから今後私たちのその文化芸術分野、何かを作って提供していく立場、それからお客様として受ける立場、担い手受けて、双方がですね、どういうふうにその我々の日々の生活、日々の社会の中で、文化を位置づけていくかということは、やはりこれを機にもう一度問い直した方がいいのかなというふうな、そうしたことも感じました。